まあ、日本政府が、まだ基準しないということで、そこに関してこれからどう働きかけていきたいとかっていうのはありますか。熱心にメモを取ったり、湯崎知事と名刺交換をしたり、核兵器禁止条約について取材中の崇徳高校新聞部部長の川上真央さんです。被爆者の方の今までの取り組みが実を結んだ日だと思うので、これからどうされていくのかっていうことをしっかり取材していきたいと思います。崇徳高校新聞部の誕生は原爆投下からわずか4年後、先輩たちの思いを引き継ぎながら被爆地広島を70年以上にわたり取材し、生徒に向けて平和を発信してきました。平和っていうのはずっと新聞部が取材し続けるテーマだと思うので、そういうニュースがあったらすぐに取材していきたいと思ってます。そして今注目しているテーマの一つが核兵器禁止条約。発効が決まった去年10月にも報道陣の中に新聞部の姿がありました。頑張ってください。おととい条約の発効を受けて被爆者に話を聞こうとオンラインイベントの会場に取材にやってきました。まだその実感っていうのは新聞を見ただけでまだそんなにすごい実感が湧いたわけではないんですけど、これからしっかり取材してしっかり自分ですごい感じようかなと思います。よろしくお願いします。昨日兵器禁止条約が発効されたっていうことで、気持ちってもう長い運動がね、やっと実ったかということで、希望の光が見えたようなね、今日も話しましたよ。その現場が落ちた当時、核兵器禁止条約のようなものが国連でできるなんて誰が想像したでしょうか。ちょっとお話伺ってもよろしいですか。これからの社会を担う若い人たちが平和、核廃絶を廃絶を実現するためにどう行動していけばいいか、佐久間さんの考えをお願いします。こういう広島を守っていく、で世界に発信していくっていうことをやっぱり、しなきゃいけないと思いますね。それが皆さん方の大きな役割、ね、頑張ってくださいね、はい、取材を通じて自分たちが乗り越えるべき課題も見えてきました。核兵器禁止条約が発効されたのはゴールじゃなくてやっぱスタートラインっていうのがすごい多くの人がおっしゃってて、私たちがどう行動していくかにかかっているんだなって実感します。僕らのできることはやっぱりこういうことを取材して若い人たちに訴えていくことだと思うので、そこをこれから頑張っていきたいです。